皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。リッピーです。今回はですね、まあ、こちらプレミア公開というねことなんですけども、あのね、皆さんタイトルにもね書いてる通りですが、あの私ね、今回 USJ に行くことが決まりました。イエーイ。はい、まあ、ユニバーサルスタジオジャパンっていうね、まあ、遊園地ですね、まあ、それが通称 USJ っていうね、まあ、感じなんですけど、いやー、あのね、遊園地行くのね、マジで久々なの。うん、だからめっちゃ楽しみ。うん、でね、USJ 行くのがね、明日なのね。うん、だからほぼね、なんていうの、準備とかがもう完成しちゃってんのね。うん、だから念のためね、ここにちょっとリュックを召喚させますので、ちょっとリュックをちょっと見せたいと思います。はい、いきますよ、リュック来い。はい、来ました。はい、リュックとあとなんか付属品的なものもね一緒についてきましたね。まあこちらね、あの本当に中身ね、もうこういう感じ、本当面白くないよ、何にも。うん、こういう感じ。うん、でね、このねリュックね、最近買ったんですよ。はーい、ね、でもこちら本当いろんなもの詰め込みってね。でこちらのね中に今ねラムネが今入ってます。見えるかな。はい、あ、もうこれ取り出した方がいいね。ラムネとかね、あとあのポケットティッシュとか、まあ、ここに入れといてますね。でね、これさ、マジさ、最近すごいなって思ったのがさ、これさ、ここドリンクのスペースがあるのね、ここ。ここにさ、保冷がついてて、あんまりね、常温になんないの。だから、キンキンのものとか入れても、あんまり常温にならなくて、マジでこっちは最高。うん。で、こちら保温がね、ついてないから、だから、ほんとね、スマホとか何やら、ここに入れてますね。で、ここの上にはね、あの財布とか、まあ、家の鍵とか、そういうの言ってますね。で、こちらね。まあ、こちらにはね、まあ、こういう感じに、ハンカチとかね。で、まあ、おなじみ。あの、こちらね、あの、ポケットティッシュですね。はい。こちら、コープ札幌の。はい、あの、僕ね、一応北海道出身なんでね。はい。で、こちらね。まあ、あの、こちら、私の財布でございます。ね。まあ、これね、ほんとめちゃくちゃ便利ですね。でね、もうこんくらいだけだと、お前、これだけの終わりかってなっちゃうでしょ？ね。だから、ちょっとね、今日の夜の寝る直前もね、ちょっと撮影していきたいと思います。はい。ではね、皆様、早速、あの、寝る直前へと、レッツゴーしますか。じゃあ、寝る直前へ、レッツゴー。はい。皆さんもうね、お休みのお時間ですね。はい。あのね、あの撮影の後ね、ほんといろんなね、あの、準備やら、なんか明日のスケジュールやらね、いろんなことしててね、めちゃくちゃ忙しかったですね。はい。いやー、疲れたー。うん。それではね、皆さん、おやすみなさーい。ね。でね、パチンとね、電気開きますので、いきますよ。せーの、パチン。あら、もうこんな真っ暗に。それではまた皆さん、また明日、おやすみ。はい、皆さん、おはようございます。はい、ちょうど今ね、まあ、8時ちょうどくらいですかね。はい。でね、今ね、パジャマなのでね、早速着替えていきたいと思います。じゃあね、ここちょっと一回カットといてしまうんで、いきますよ。せーの、シュッ。はい。着替え終わりました。はい。でね、もうね、USJ までね、もう行くのがもうあともう少しなので、もうね、もう準備ほぼ終わってますね。なので、もう早速行きたいんですけども、あの、今回ね、USJ にね、まあ、行く、まあ、交通手段的なやつが、まあ、今回新幹線なのでね、あの、私のね、最寄りの駅、東京駅ね、新幹線で、まあ、東京駅から大阪まで行きたいと思います。ね。じゃあね、早速、東京駅まで、ポンで行きますよ。はい。もう毎年恒例のポンですよね。もう、さあ、行こうの時のね、もう毎回ポンでね、もう、この家から、まで、まあね、毎回ポンで行ってたのでね、USJ もね、今回ポンで東京駅までで行きたいと思います。それでは、ポンで行きますよ。
よ。いきますよ。せーの、ポンポン。はい、やってまいりましたね。はい、こちら東京駅でございますね。新幹線のね、当たりなんですけど、まだね、乗るまでね、あと1時間くらいあるの。うん、だからちょっとね、お土産屋さんとかね、いろんなところに行きたいと思います。はい、こちらね、ケーキですね。もう1個とかね、超美味しそうに。うん。これ買おうかな。チョコバナナとかね、他にもいろんなものあるんでね。まあ、じゃあ、ちょっとこれ、買っちゃいます。はい、買っちゃいます。はい。買っちゃいます。じゃあ、このビワット、買っちゃいます。買っちゃいます。はい、こちらね、今、新幹線のね、こちら改札にね、来ておりますね。で、はい、こちらね、特急券のね、やつ、こちらの切符に入れていきたいと思います。じゃあ、行きます。よいしょ。よいしょ、ゲイ。はい、ゲット。はい、早速ね、新幹線のところに、と思います。はい、とりあえずこちら新幹線のねホームでございます。はい。あとねもう少しで新幹線ね出発するので、はい今ホームにね向かっております。こんな感じですね。いやーマジ楽しみ。うん。いやーなのでね USJ 存分にね楽しんでいきたいと思います。こんな感じですね。もう新幹線が。たくさんいるよ、ね、たくさんいる、ね、じゃあねちょっと新幹線にね乗っていきたいと思います。はい、ただいまこちら新幹線の中でございます。はい、はい、こちらね今新幹線のね中から撮影しております。いやーマジで楽しみですね。まあね、ちょっと新幹線の中でね、ちょっとゆっくりしたいと思います。はい。ちょっとね、ちょっと肩がね、マジ疲れたの。うん。ちょっと寝ますわ。はい。おやすみなさい。
到着いたしました。はい、こちら新大阪でねございます。はい、でちょうど今ねこちら出口にね来ちゃってるんで、早速もうねこちらの切符、もう切符のねここに入れていきたいと思います。今日間違えた、よいしょ、はい来ました。はい、新大阪到着です。イエーイ。じゃあねちょっと一回カットといたします。はい、じゃあまた後で会いましょう。はい、こちらね今ね新大阪駅のね今こちら外なんですよ。見てこれ、新大阪のね見事英語が書いてますね。やっぱね新大阪にね、まあ、来た感じがねここでもめっちゃ現れてますよね。はい、いやマジでねちょっと満喫していきたいと思います。はい、ただいまですねこちら新大阪からですね、今こちら夜の街といったらこちら道頓堀にねやってまいりました。はい、意味ではこれやっぱ大阪といったらねこの派手派手な感じね、めちゃくちゃ特徴的ですよね。はい、でねやっぱりね大阪といったらねあのグリコのあのマークめちゃくちゃ特徴的ですよね。はい、なのでねあそこにね早速行っていきたいと思います。じゃあねちょっとここ一回カットといたします。でいきますよ、せーの。はい、こちら道頓堀のね中心街にねこちらやってまいりました。見てくださいこれ、まあ、ほら道頓堀のねこちらも大阪といったらねやっぱここがね一番の有名なところなんですけども、見てこれほらグリコのねここだ、ここがねマジで有名なところなんですけど、すごいよね。だからやっぱねこのグリコのねこのシンボルマークマジでいいよ。でやっぱね このね橋もねまあまあ有名なので、ちょっと橋のねところも行きながらのこうだよね。あらほらめっちゃ人集まってるよ。ほらやっぱあのグリコはねめちゃくちゃ有名的だよね。であのグリコの反対側に有名なドン・キホーテなんて見えるかな、こちら観覧車もねなんとあるんだよね。これすごいよね。はい、なのでねちょっと道頓堀をねちょっとね満喫していきたいと思います。はい、マジでね大阪はね魅力がたくさんあります。はい、こちらね今ねあの道頓堀のねあの有名な道からねちょっと外れたところなんですけど、見てくださいこれまたまた大阪でね有名なこちらカニがここにいます。でねカニねよく見るとねちょっと動いてんだよね。うん、上あたり、うん、ちょっと注目してみ。でしょ、目とね手が動いてますよね。これマジ有名なんでね、はい、ちょっとこれじゃあ見れてマジ嬉しいっす。はい、なのでマジ大阪来るときはまずこれと、あとはさっきのねあの私が行ったねあそこの有名な道頓堀のあそこの道もねぜひ行ってみてください。はい、はい、ちょっとね見てちょっとねカニのねちょっとね撮影終わりにちょっとなんか行ったら、見てこれ見るかな、これ映ってんだよほら、イエーイ、ほら映ってるよこれ、なんこれ映ってるんだけど、ちょっとこれちょっと初大阪こんなところあんだね、すごいわ。でねあのすぐ横にねほらそこじゃ見えるかな、あほら見えるか、これここにすぐカニがあってすぐここにあって、めっちゃこれすごいわ。うん、大阪すごい。大阪ってねやっぱりね突起物が多い。ほらでもこういう看板でも突起物だけど、例えばこういう寿司もう出てる、しかもこのたこ焼きも出ちゃってる。大阪立体物多すぎ。大阪の立体物第2弾、この竜もうマジででかいです。これマジで見えてもマジででかい。そしてこれ金のなんかこれ神様みたいです。はい、でこの揚げ物めちゃくちゃ本物じゃん。もうこれ食べられちゃうよ、大丈夫か、めっちゃ美味しそう。こちら、ね、道頓堀のね橋のすぐ下に来ました。はい、こちらさっきまでねこちら橋にいたところですね。はい、まあ、こちら見てこれもう道頓堀の堀ですね、こちらね。で見てこれあのどうだほら見るドンキホーテのあの観覧車あります、有名のね、あれも今もうねライトアップはされてるけど、あれもうね輝いてないんですよね、残念ながらね。はい、こちら橋のね下ですね、もうこれね下木です。うん、切ってめっちゃレトロっぽいよね。うん、はい、来ましたよドンキホーテ。まあ大阪といってもこれ過言じゃないんじゃない、ドンキホーテすごいね。でもね今ねちょっと観覧車止まっちゃってるからねちょっと残念だけどね、本当はねできればね乗りたかったけどね、いや残念ですけど、いやすごいねこれ、めっちゃでかいよ。
一番上ね、多分ね、めっちゃ高い、めっちゃ高いと思うよ。うん、でね、見てこれ、超面白い顔する人いるよ。ドン・キホーテのぬいぐるみを持ってるおっさんがいますよ。うん、ドン・キホーテのね、多分いろんなもの買ったんでしょうね、多分めっちゃ満面の笑みですね。やっぱ大阪はこういうところいいよね。これはね、すごい開放感満載ね。いやこの新クリーム新イテージ大阪大阪大大好き大阪突起物おお多すぎ多すぎあなたに大阪大阪あげるよ大阪 I love you、yeah、大阪大阪大阪 I love you 大阪大阪大阪 I love you 大阪を受け取って大好き大阪大好き大好き yeah, yeah, yeah. 大阪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 大好き yeah, yeah, yeah. 大阪 yeah, yeah.こちらね、大阪のね、中の居酒屋にやってまいりました。こちら、いろんなね、メニューがね、こういう感じにね、サラダとかね、手作りメニュー、刺身とか、そして大阪名物とか、これ、やっぱたこ焼きですよね、大阪名物とか、こちらね、はい、こちら、今度お好み焼きとかね、こういう感じですよね。いろんなものありますよね。ほら、肉バルとかでさ。でね、これ頼みました。これね、なんか肉のお寿司らしいですね。これめっちゃうまそうね。まあ、こういう感じでね、メニューたくさんあってね。うん、ちょっととても楽しみですね。はい、ちょっとめちゃくちゃ楽しみです。それでは待ちたいと思います。はい、早速ね、こちら2つ届きました。見てこれ、めっちゃ美味しい。盛り付けのこの仕方ね、しかもこのね、この崩れ感のね、この半熟のこれめっちゃこれいいですよね。はい、これめっちゃ美味しそう。じゃあね、ちょっと早速食べていきたいと思います。はい、こちらね、はい、今ね、野菜とね、こちら卵をね、今取りました。どういうお味かちょっとチェックしていきたいと思います。卵ね、この卵めっちゃ美味しい。この半熟のね、食べていきます。とってもうまい。あのね、醤油がめっちゃ効いてます。うん、あとこの半熟でもめっちゃ柔らかい。うん、あとね、この醤油とこの半熟のね、このなんていうの、観覧車でいうとね、上の最上階クラス的な感じですね。で、今度この野菜ね、野菜はね、同じだと思います。で、食べてみる。うん、ドレッシングうまいですね。うん、このドレッシングとてもうまいです。で、これね、こんな、なんだろう、うん、これが冷たくてね、なんかドレッシングの揚げも効いてたら、ほんとうまいですね。ごまだれのね、ほんとうまい。うん、これね、大阪のお店はね、どこ行ってもほんとうまいので、マジで大阪来てみてください。はい、ただいまですね、あのさっきのね、居酒屋ちょうど食べ終わりました。はい、でね、多分あそこの居酒屋に行って、多分ね、多分2時間くらい多分ね、いたんじゃないかなってくらいなんですけども、まだね、お腹まだ空いてるのでね、あの今度ね、2軒目行きたいと思います。イエーイ、ね、で今度はね、うどん屋さんにね、行きたいと思いますね。じゃあね、うどん屋さんレッツゴーですね。じゃあここカットです。じゃあ行きますよ、せーの。はい、ただいまですね、あのラーメン屋さんのね、近くに行きました。で、はい、最初にね、映った通りにこちら道頓堀にましたよ。またいや、また道頓堀に来てしまったよ。はい、でね、ラーメン屋はね、こちらではなくて、まあ、あのこちら側なのでね、はい、いや楽しみですね。2軒目なのでね、はい、2軒目は初だな、こっち人生の中で。はい、とても楽しみです。はい、ただいまですね、はい、こちらラーメン屋さんの、ね、前まで来ましたね。はい、でね、ただいまですね、こちらあの書いてあるんですね、こちらこちらの階段をこう登っていくと、あのね、なんとついにラーメン屋さんね、なんと2軒目にね、入れます。イエイね。じゃあね、早速ね、入っていきたいと思いますね。安全確認もね、しながらやっていきます。いや、今回はね、マジ張り切りすぎて、見てこれ、撮影機材持ってきちゃったよ。うん、この赤いコードね。で、ちょっと行っていきましょう。はい、こちらのね、階段をね、登っていくと、まあ、ちゃんと行けるわけなんですけども、
でちょっとねこの古臭った感じをねちょっとあの逆にねレトロっぽいって言うんですかね、まあそういう感じでとてもいいですね。はい、こういう感じですね。いやめっちゃ落書きされてるよ、大丈夫か大阪ね。でもねこういうところも大阪らしくて好きです。はい、まあ、あのね私はねあの一応今ねまあ住んでるところがねまあ私今東京なんですけどもね、まあ、また東京とはね違った感じでとてもすごいですね。こういう感じでいやとてもすごいね。はい、ってことでこちらラーメン屋さんにねもう少しで着きます。はい、あすんごい落書きされてる、大丈夫かね。こういうのね予報だからねみんな落書きしちゃダメだよ。はい、ってことでこちら着きましたね。ではね早速ね中に入っていきたいと思います。ではねここちょっとカットといたしますね。じゃあいきますよ、せーの。はい、無事ねこちら2軒目のねこちらうどん届きましたね。めっちゃ美味しそう、ここのお肉ね。はい、めっちゃ美味しそう。はい、それではね食べていきたいと思います。イエイ。はい、ただいまですねあのうどん屋さんのねうどん食べさせてもらいました。とてもうまかったです。はい、いやあのねかすうどんというねあのうどんを食べたんですけども、マジであれうまい。うん、あのね、カスっていうのはね、あの暴言の方じゃないですよ。あのカスってのはあの油のカス、はい、あの油のカスを使った、ま、うどんで、はい、あれマジでうまいね。いやマジでうまい。だからちょっと今度も食べたいね。うん、でちょっと体の芯から温まったのでね、ほんとマジで心もほっかほかです。はい、じゃあもうねホテルにね戻るので、あのホテルのね紹介しちゃおうかな。うん、じゃあここカットで行きますね、ホテルまで。じゃあ行きますよ、せーの。はい、ということでねホテルの中にやってまいりましたね。はい、こちらですね、私たちがですね今回泊まるこちらお部屋ですね。はい、こういう感じとなっておりますね。はい、こちらにねベッドがあって、こちらに机があるとね。でそしてここにねテレビがあります。あ、映ってる、イエイ。で、あ、こういう感じですね。で、こちらに鏡があってね、おー、また映った、ね、鏡があって、で、こちらの扉なんだって言ってね、こういう感じですね。はい、この扉を開けるとこういう感じでね、トイレがあって、まあ、こちらお風呂ですね。はい、お、映ってる、イエーイ。あの、この赤いケーブルね、あのデータに全部入れてるんで、そのためのケーブルですね。まあ、こういう感じですね。はい、で、まあ、こうやってね、こう閉めてね、まあ、トイレをね、あの隠したりとかできますね。で、こちら冷蔵庫ですね。こちらをね、なんつうの、このボタンをオンにすると冷蔵庫がね、あのスイッチがオンにするらしいですね。すごいね、このホテルね。で、あそこのカーテンからもね、なんか、まあ、夜景がね、見えたりしてめちゃくちゃ、あの、素晴らしかったです。はい、それではね、もうちょっと疲れたんでね、もう今日はこんくらいでいいかな。うん、それではねもう明日へレッツゴー。うん、それでは皆様おやすみなさい。はい、もうこの動画ねなかなかの超大作になってると思うよ。うん、それではね、おやすみなさい。それではまた明日。おはようございます、リッピーです。ただいまこちらユニバーサルスタジオに来ております。イエーイ。はい、今ただいま来ております。いやマジでね楽しみでね、今ねこちらのね入場ゲートの目の前に来ております。マジで楽しみ。じゃあね早速入場の中にね入っていきたいと思います。はい、ただいまですねこちら入場してですね、今こちらユニバーサルのね、こちらユニバーサルといったらこの地球のねマークなんですけど、見てくださいこれ、これ目の前にいます。いやこれあユニバーサルね初めてだからね、これねめちゃくちゃね見るんだけど、これ最初にね初めて見ます。これバカでかいねこれ。うん、あのねこれディズニーシーにはねめっちゃ行ったことあるので、ねディズニーシーは、ね、地球があったけど、もうそれよりもねでかくてね、ほんとこれすごいですね。うん、でねもうこれからねめちゃくちゃ楽しんでいきたいと思います。はい、ただいまですねこちらユニバーサルスタジオジャパンのねこちら入場してまいりましたね。はい、こちら入場の入り口なんですが、こちらね、ユニバーサルスタジオジャパンですよね。これすごくない？これ
メリカンなね。いいよ。このアメリカのね、この見えるかな、国旗、ほらこれ、これ国旗ね、もうこれマジアメリカっぽく好き。この道路の感じとかもマジですし、うん、マジこれも楽しめるよ。ちょっとこれからもね、一日ね、今回ユニバーサルにいるんでマジで楽しみます。イエイ。はい、それですね、早速ね、アトラクションにね、乗っていきたいと思います。こっちはね、ショーなんですけどね、ちょっと不気味系なね、やつらしいんですけど、めちゃくちゃ楽しそうなのでね、やっていきたいと思います。ライムスね、こちら、アトラクションの中にあってます。見てこれ、天井めっちゃ高くない？すごいよ、すごいよ、天井めっちゃ高い。もうこういう感じにね、映画の、なんか歴代の映画なのかな、こういう感じ。なんかね、衣装とかあったり、これ映画のねやつがありました。ね、ではね、早速ここが入っていきたいと思います。じゃあレッツゴー。さあ始まりました。はい、ということでね、さっきのね、アトラクション無事終わりました。あれね、マジでね、すごいよ。うん。ね、なんつうの、めちゃくちゃ迫力もあったし、ほんとね、途中で火がポーってね、出るシーンもあったんだけど、あれもうマジで、もう熱も伝わってた。うん。いや、マジで楽しかったです。で、ね、次のアトラクションへ、レッツゴー。はい、ただいまですね、アトラクションに寝る前、こちら見てください。これパイをね、頼んでみました。ではね、こちらね、めっちゃ美味しそうなので、ちょっと早速食べていきたいと思います。うん、うんうん、ポケモン、うん、ポケモンうまいです。うん、なんか香ばしくて、中のお肉が入っててね、ポケモンうまいです。いい声、買ってみてください。はい、ということで、ただいまね、アトラクションがもう少しで始まるのでね、ただいまアトラクションのね、ところにただいま向かっております。いや、とっても楽しみです。いや、ではね、早速アトラクションのところにね、乗っていきたいと思います。はい、こちらね、進撃の巨人のね、アトラクションに乗る前、こちら見てください。こちら進撃のね、こちら昼食です。はい、こちらエレンプレートっていうやつなんですけどね、これ見てください。すごいよ、これすごい。で、こちらね、私ね、ハンジさん好きなんでね、ハンジさんのね、コップにしてもらいました。いや、めちゃくちゃ美味しそう。それではね、食べたいと思います。はい、ただいまですね、こちらハリーポッターのね、こちらに来ております。見てこれ、めっちゃでかくない？これね、肉眼で見た方がね、このでかさ伝わると思うんですけど、マジクソでかいマジででかい。いや、やばいね。ハリーポッターね、これなんかね、杖とか持ってるとなんか魔法とかね、使えるらしいのでね、ちょっとやっていきたいなと思ってます。魔法の前ね、ちょっとまずハリーポッターのアトラクションを楽しんでいきたいと思います。でね、多分アトラクションならもしかしたら音声だけになっちゃうかもしれないけど、それはすみません。じゃあアトラクションにレッツゴー。Thank you.
あちらのハリーポッターのね、あのアトラクション乗り終わりました。あれね、マジでね、あれもう立体感エグすぎ。あれもうね、 3D でもあれもう、まあ、4D レベルね、あのね、マジ飛んでました。はい、もうあの私今回飛びました。はい、いやマジで飛んだ、うん、マジお腹もう消えたよ。あの飛ぶ時ね、お腹消えます。はい、今度ねマジ USJ 行った時はマジでね、あのね、あのね、な、特別なパスポートがあって、それを用意すると一番最初に乗れるので、まあ、そちらもねぜひ用意してみてください。いやマジでね、 USJ 来たならまずハリーポッターのエリアに来た方が絶対いいからね。はい、でね、次にね、あのハリーポッターエリアのね紹介なんですけど、まああちらがねまずあの入り口でして、でまあこういう感じでね街並みがこうね、でここのエリアね年中冬です。はい、まあちゃんと雪が年中冬あります。でまあこういう感じでね、あちらの奥にはあのなんて名前だっけ、なんかホグル城なんかホグル城みたいなね、なんか城があるらしいので、あちらにねめちゃくちゃすんごいアトラクションあったので、まあぜひ行ってみてください。マジでねここすごいよ。多分ね夏の時にも雪があると思うので楽しんでください。でね、ここの中にね、あの魔法とかね、あの杖持ってる人とかだったら魔法とかかけられるので、まあぜひね体験してみてください。はい、ということでですね、次のアトラクションこちら、私実はねこちら進撃の巨人好きなんですよね。はい、でしかもねこれは調査兵団のマークなんですけど、見てください、あちらあちらに進撃のこちらありますよね、超型巨人。いやちょっとね、実はこっちとっても進撃好きなので、ちょっと早速ねアトラクションに乗っていきたいと思います。はい、ただいまですね、アトラクション乗り終わりました。いやマジですごかった、もうマジでもうね立体起動装置でもうビュンビュン回りました。はい、もう超大型とかね、獣の巨人とか、あと進撃の巨人とか鎧の巨人とかのね、本当にいろんなもうものに合いました。でね、途中ハプニングがね起きまして、あの獣の巨人にちょっとなんかこうやーってねやられるところシーンで止まっちゃってね、うん、でまあ、それジェットコースターだったんですけど、それ止まっちゃって、えってなって、でも3分くらい止まって、まあ、ようやく動き出してスタートしたんですけど、まあ、その後もね音声がなんか なかったりもう映像がずっと止まってたりしてて、いや本当ね最悪だったんですけども、なんとねそれをね、スタッフさんに言いましたら、もう1回乗れるよってことでね、ちょっと裏口から行って、もう1回乗らせてもらいました。イエーイ、乗ってね、もうマジでね、もう一回スリル味わえて、マジでよかった、楽しかった。じゃあマジね、ここね、今期間限定だからマジで行ってほしい。多分もうアニメ終わっちゃったら、多分ここももうね、進撃の巨人のここもエリアがもうなくなっちゃうと思うから、マジで早めに来た方がいいよ、マジで。いやマジでここおすすめです。もうまず USJ に来たら、まずこちらファストパスを買って、まず最初に絶対に来てください。ということで見てください、こちらミニオンエリアにやってまいりました。見てこれだ、ミニオンエリアめちゃくちゃ楽しい感じで、ね、なんかね横にいるねミニオンがなんか喋ってるんだよね、なんか、なんか喋ってる、すげーな、ほんと生きてるみたいな、ミニオンもなんか喋ってますね。なこういう感じでなんかめちゃくちゃレトロっぽくて好きっすね。はい、こういう感じです。なんか椅子とかね、なんかレトロっぽくて好きです。いやマジこれね USJ 最高。
はい、こちらね、ただいま見てください、こちらスーパーマリオワールドに来ております。ね、こちらね、見てこれね、ちゃんとめっちゃ輝いてます。でね、最近 USJ にね、マリオワールドのね、ところがね、めちゃくちゃね、なんか解禁されたということなのでね、ちょっと早速行っていきたいと思います。はい、ということでこちら任天堂ワールドのスーパーマリオエリアに入ってまいりました。そちらの入り口はこちらです。いや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 、これすごくない？この入り口ね、土管の中に入っていけるんですよ。じゃあ早速ね、土管の中へレッツゴー。すげー、これはやばい、マジで今日夜だから、これマジでもう中に入り込んだ感じだよ。やばい、これはマジでやばい、マジでゲームの中にこれマジで入り込んじゃってる。すげー、もうコインが浮いてもあって、しかも輝いてる、ちゃんと。すげーな。よいしょ、場所へ潜入です。おー、クッパの石像がある。クッパさん、こんにちは。ちょっと不法侵入させてもらいます。よいしょ、おお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 おやおおおおやばいやばい、おおクッパ、よいしょ、すんごい道、おおおお、クッパの絵が
お、マリオカートでクッパが取った賞ですね、これは。これ本物が置いてあります、ここに。一人で行けますか。よいしょ、すごい。それではレッツゴー。クッパの研究したものですかね、これは。クッパさんもちゃんと勉強しておりますよ、やっぱり。これもらいました。なんかありがとう。ただいま夜のユニバーサルスタジオのこちら、一番大きい道ですね。はい、ただいま一番大きい道に来ておりますね。あのね、ここね、最初ね、あの一番ね、ユニバーサルの朝の時もね、ここ紹介したと思うんだけど、全然違うよね。もう夜となってもね、またアメリカンな雰囲気も出てて、とてもすごいわ。なんでね、これね、ヤシの木なのかな、うん、これも、ね、めちゃくちゃ映えてて好きよ。うん、それでね、あの音楽もねかけながらね。お、ここにキノピオがいる。あれ、よし、あら、あれあれね、キノピオね、こういう感じにね、キノピオがいたりしてます。いや、すごいね。もう夜のユニバーサルスタジオ本当にすごい、うん、夜もユニバーサル魅力的。はい、ということでね、無事全てのアトラクションを乗り終わりましてね、もう今回でね、 USJ、終わりです。イエイ、ね、いやー、マジ楽しかった。 USJ、 はい、 USJ です。見える、あそこに地球儀がライトアップされてます。いや、マジで楽しかった。 USJ、 でマジね、ディズニーランドとね、もう USJ マジでもう順位1、2をもう争うくらいのね、もう出来栄えがすごかったですね。はい、ほんとね、まあディズニー行ってる方もね、もうね、もう USJ 行ってみてください。うん、もちろん両方好きになると思います。はい、いやー、マジで楽しかった USJ、 ありがとう USJ、 さようなら。5時間ぐらいです。
あの日から1日が経ちました。いやね、もうあの日からもう1日経っちゃったよ。うん、ほんとね、マジで USJ 最高。うん、ほんとね、あっという間な1日だったし、しかもほんとね、全部のアトラクションもね、楽しくて、ほんとに、最高でした。うん、で、しかもね、大阪もね、ほんと、繁華街。うん、大阪の繁華街はね、マジで繁華街だったし、うん、マジで本物だったよ。うん、大阪はマジね、本物しかなかった。うん、いや、マジで大阪はね、最高です。うん。いやー、マジでね、もう楽しかったね。うん、でね、もうこの動画もね、もう最後らへんです。うん、いやー、マジでね、ここまで見てくれてありがとうございます。うん、ではね、続いてレッツゴーです。はい、続いては新幹線の中へレッツゴー、東京へ帰るぞ。街自体もね、ほんと楽しかった。うん、特に繁華街とかね、まあ、本当に本物を見られたね、あの道頓堀をね、うん、あれはマジですげーと思ったね。あとドン・キホーテのね、あの観覧車もマジですげーと思った。うん、ね、もうこの動画もね、もう最後あたりです。はい、なのでね、ちょっと最後なのでね、せっかくなので、あの USJ でね、買ったものを早速紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでね、早速紹介していきたいと思いますね。まずね、私ね、進撃の巨人というものがね、とても実は好きでしたね。これね、前にもね、ちょっと、ね、言ったことがあるんだけど、まあ、こういうね、はい、これあのお菓子の缶ですね。はい、これいずれね、なんかあの物入れとかそういうのにしたいなと思ってこちら買いました。はい、で、そしてね、まあこちらあのリヴァイ兵長がね、こちらいるんですけども、はい、これ座ってますね。はい、紅茶を飲みながら、はい、こちらポップコーンのね、入れ物となっておりましてね。はい、ここからね、こう、ちょっとね、待ってね。よいしょ、よいしょ、こうやってね、入れることができます。はい。ね、これもね、なかなかでかいよ。うん。で、そしてね、まあ、進撃のね、
こちら絨毯ね、これなかなかでかいです。うん。こちらね、あの自分の部屋にね、こちら置いております。はい。これマジふわふわです。はい。で、そしてまあ進撃のね、まあ巨人のまあこんくらいですかね。あ、でね、それでね、USJ にはね、このパーカーをね着ていきました。はい。これね、あのね、結構前なんですけど、こちらネットで買ってね、そう。これマジで気に入ってる。うん。で、そしてね、ここからね、マリオの、はい、ところのお土産屋さんで買ったものなんですけど、まあ、こういう感じにね、はい。マリオと、コックさんバージョンのキノピオさんをね、買いました。めっちゃ可愛い。うん。ね、こういうの買ったり、あ、待って、あとね、進撃。ごめん、進撃まだあったわ。ね、こういう感じにね、調査兵団のマークと、剣のね、こちらのマークですね。はい、これ、二つ買いました。はい。でね、後ろにね、こちら、ユニバーサルスタジオジャパンと、ちゃんと書かれておりますね。はい。で、そして最後はね、こちらです。はい。これ、マリオのね、ヒゲのやつなんですけど、私ね、よくね、作品系のね、動画をよく作ってるじゃないですか。まあ、例えば、フリーマーケット店の裏側とかね、あと、ファミリーレストランの裏側とかね、まあ、そういういろんなね、まあ、ことの、まあ、演技をしてきたわけなんですけど、まあ、こちらはね、ちょっとそういう動画に使っていこうかなと思ってて、こちらおじさん役にね、めちゃくちゃいいんじゃないかってことでね、ちょっと早速かけていきます。それが、こういう感じなんですよ。はい。まあ、なんか、まあ、こういう感じでね、おじさんっぽくていいんじゃないかなと思ってますね。でね、ちょっとね、髭がちょっと下がってるけど、まあ、もうちょっとしたらね、ここまで来てくれると思うんで、まあ、頑張ります。はい。こうやってね。おい何番君は何番までとかね。まあ、こういうのもね、できるのでね。これはマジで最高です。はい。まあ、こんくらいですかね。もう、これでね、今回 USJ 初だったんですよね。はい。私実は人生初で、はい。まあ、こんくらいかな。あ、これは違いますよ。これはもう前からの持ってます。まあ、今回ね、こういう感じですね。はい。でね、そしてね、ちょっとね、実はね、私ね、今日誕生日なんですね。はい。で、私ね、ちょっとね、記念にと思ってね、こちら、切符持ってきました。はい。あ、こちらね、ちゃんとね、駅員さんにね、スタンプを押してもらってるので、まあ大丈夫なんですね。はい。スタンプ押してもらったら切符ね、そのまま、改札に入れなくてもこれもらえるんでね。はい、これね。これね、みんなね、これナンバって読むと思ってるでしょ。これ、ナンバです。はい。これ実はナンバって読むんですね。はい。で、私の誕生日はね、こちら。3月の28日なのでね。まあ、こちらね、今回記念に撮っておきました。はい。しかも大阪なのでね。はい。いや、大阪ね、初行ったんでね。ほんとマジで、楽しかったです。はい。いや、これでもう今回の動画は終わりです。イェイ。ね。早かったね。うん。それでは、じゃんけんタイム行きますか。久しぶりの、行きますよ。せーの、リヒリヒじゃんけん、リヒじゃんけん。リヒトはチョキを出しました。勝ったかな？負けたかな？せーの、ハバナ